はい、先生、大和蘭です。はい、田渕です。よろしくお願いします。田渕くらさん、はいよ。1ヶ月ぐらい前のニュース見ましたか？なあなあなあ、驚き隠せないよな。びっくりだよな。なあ、うちらの動画内であんだけ進めておいた上で、あれでしょ、うん、清水文香でしょ。それもう1ヶ月前以上じゃない違うよ、俺たちの食の問題だよ。食の問題だよ。食の問題だよ。俺たちのね、おや、大好きなコンビニエンスストア、ストア 3F ですよ。そうなんだよ。 3F がなんとなあ、ローソンに吸収される予定なの？もう決定なの？決定なのかな、わからないんだけど。怖いわ。詳しくわかんないけど、ローソンとなんか 3F のガチンってなんだろ、うんってやつができるらしいのな。そうするとさ、もしかするとだよ、今まで大好きだった 3F の食事食えなくなるかも。だよな。これはね、そうそうそう、うちらにとって死活問題だぜ。死活問題だぜ。本当に俺たちさ、 3F 推しなのよ。本当に 3F 推しなの。神奈川県の希望の星だと思ってたの、あいつらのこと。そうそうそう、うん、とんくらい好きだったんだけど、もしかしたらなくなってしまうかもしれない。そう、わからない。内容よくわからないけど、合併することは決まってるから。そうなんだよ。だから最近のさ、サークル系とファミリーマート見てると、うん、サークル系どんどんなくなってくじゃん。そうだね。それが心配でしょうがないな。そう、だから心配だから、おや、発表しよう自分たちの好きなもの。そう、うちらの 3F トップ3。おや、まあ、この企画夕ご飯だから単純に俺たちの大好きな 3F のご飯、ご飯を皆さんに紹介するということですね。おや、はい、ということでね、紹介してまいりましょう。俺たちの大好きな 3F のご飯、oh, yeah. 第3位の発表です。おう、じゃあ彼の近い行こうか。おや、oh, yeah. 第3位、じゃじゃん、 3F、 3F と言ったら肉がうまい。そう、じゃん、見えるかな、ハンバーグだね。5種のチーズインハンバーグっていうか、本当にうまいんだよ。うまい。牛乳弁当なかったの、うん。そう。そしてオイラは、オイラマシコさんの第3位、第3位こちらです。はい、つくねも、これもうまいな。マジうまい。これほんと軟骨が入ってて超うまいのよ。コリコリしてんだ。コリコリ。そう、これマジうまいのよ。いただいちゃいましょうか。いただいちゃいましょうか。いただきます。はいよ。これやっぱ文句なしの3位やな俺。マジか、いいね。いただきます。マジクソうまそうか、どっちのお弁当。うまいよ、うん、ほらほら、ハンバーグマジうまそう。コンビニのハンバーグとしては多分最高峰だと思うね。マジね、本当にハンバーグうまいんだよね、うん、ここの。よし、じゃあ行こうか。おや、俺たちの好きな 3F の食べ物第2位の発表です。おや、俺はこれです。明太クリームの冷製パスタ。あー、パスタもいいね。そう、あのね、 3F 明太子うまいのよ。明太子うまいね。そう、ハンバーグだけじゃなくて、ハンバーグ、うん、鶏肉がうまいんだけど、うん、うん、明太子もうまいのよ。うまいんだよ、うん、すっごい明太推しなんだよね。そして、うん、なんでこれはいい。そしてこうダイエッターにもすごくおすすめ。おすすめ。 OL かみたいな。な、俺の第2位。第2位、今ね、マシコが言ってた。お、それでチキンがうまいんだよ。鶏肉マジうまいんだよ。鶏肉うまいんだよ、うん、そこでな、今俺たちは唐揚げが食えない。そう、それを踏まえてもこれは外せない。じゃん、チキン山賊揚げだ。これ、いや、あれ焼きだ、焼きだ、チキンの山賊焼き。これはマジやばいよね。いただきます。はい、これもこれ特急うめえ、うん、ほんと美味しい。俺もこれいただきます。じゃあこれかけますよ、このドレッシング。ドレッシング、ドレッシング、クリーミーなドレッシングかけて、ほら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 、いいね。おお、これ俺の夕ご飯だから今日の。まあエビがいいね。エビ、エビがね、プリンプリンしてるね。そう、コンビニはいいよ。いやー、いただきます。やっぱうまい。グーの音出ねえなこれは。まあ、最近さ、どこもさ、サラダ系は美味しいんだけどさ、うん、すごい助かるんだよね。助かる。うん。あ、うまい。明太子やばいなここ。やっぱり。コンビニがなくなっていくのって寂しいな。やっぱ寂しい。うん。AM PM とか。あ、AP なくなったね。ね。あのさ、うん、思い出した。
山登り行った時にさ、あコンビニがあったって入った時のあのあそこすごかったよね、あれすごかった。朝6時から営業だか7時だから営業って書いてあるんだけど、すんげえ早く閉まんのしかも飲み物の数と冷蔵庫の大きさが合ってるから飲み物キンキンに冷えてるな。すんげえキンキンに冷えてるし、なおかつもう店が暗いんだよねそうそうそうもう省エネなのよ。すごかったよな、うん、あれよかったな、あのコンビニ最高だったな。はい、ということでごちそうさまでした、はい、した2位までいただきました。ペロリと2位までいただきました。あ、うまいね、やっぱりうまいね。よし、1位ですよ。おーいえ、多分ね、3F をご存知の方だったら、お1位多分これになるはずなんだよ、みんな割とね、うん、多分こことここも被ってるはず。そうなんだ、絶対被ってると思うんだ、うん、だからあの俺思いだよ、お2位の発表の後に1位の発表を急がせなかった。おまあこれだろうっていうね。そうそうそう、お互いこれだろうって分かってるんだよね、うん、はい、はいよ。ということでね、まあほんと 3F の大定番商品です。おや、はい、ということで第1位の発表です。ドン、はい、もちぽにょ。もちぽにょ、これは美味しいこれ以外考えられないでしょ。これ美味しいで、ちょっと迷ったのはノーマルにするか、うん、ちょっと揺らいちゃった。今日は限定の方だ、限定、今日は限定の方、限定の方も毎回うまいんだよ。毎回うまい、うん、で、俺はやっぱノーマルのもちぽにょが最高。まあね、これうまいね、うん、これマジうまいんだよ。これね、一回食べると癖になるよ、ね、すっげえ癖になる、癖になる、本当に超うまい。はい、はい、ということでね、もちぽにょいただきましょう。いただきます。絶対これだよな、もちぽにょ。ごく稀に限定商品外れるけどな。ある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 。ちなみに今回は北海道小豆ホイップ。めっちゃうまいよそれ、俺もよく食べる。うん、美味しい。あ、これはやばい、うまい。うまいな、これは黙るなローソンとさ一緒になってもさ、うん、本当にこれは残してほしいよね。コンビニデザートの究極だからな絶対これだから、おすすめ、最高。はい、ということでね、はい、まあ、3F がね、うん、別にね合体しても構いませんよ。 3F の大好きだった商品が残ってほしいんです、僕たちは。残ってほしいな、うん、本当に切実に、切実に、ということでね、僕たちの願いを込めての動画でした。はい、はい、ということでね、以上セッションオーバーランでした。はいよ、またねー、ごちそうさまー。